よし、いいぞいいぞいいぞ。乗せ。行きましょう。めっちゃぐったりしてる。え、俺乗せるだけで俺降りるんかよ。民間人が居場所を知ってるはずだ。民間人とお話ししよう。ここか。面倒事は避けよう。面倒事は避けよう。俺は道路を走ってたら車両がやってくるから、なるべく道路外で止まれそうなところを探してるというのに。俺は、まあ、そんなことしなくてもいいからね。結構ね、歩兵がいるんだよ。この辺でいいかな。いるな。あって、これ歩兵の目の前に滑り落ちていくパターンじゃね。これ気をつけて。てか車両が道路走ってるから気をつけて。はい。全然歩兵ちょっとしかいない。まあ、民間人とお話できればそれでいいんだけど。あ、またドローンだ。あ、兵士もいた。うん。あの兵士は片付けようかな。全部ついたかな。OK。このお家はどうやって登るの？どこか分からんのかこれ。うん、手当たり次第に民間人に話を聞かないといけないわ。あ、ちょいめんどい。あれ、ロックがかかってる。こっちか。おった。あ、待って、これ全員的や。やれるかな全員。やるか。え、硬い。なあ。オッケー。こっち狙撃兵いるんだよな。あれ、これバレたと思ったのに。バレてない。危な。これちょっと一人で三人片付けるのはきついな。もっと武器強くないと。全部ヘッショ決めればいいんだよ。はい。あ、死体発見されちゃった。いや、これはどう考えても発見される。はい。これは、ああああ、やってよ。ああ、ドローンもいるぞ。ドローンも。あ、ドローンもいんの。あ、ほんとだ、めんどくさいな。もう奥の居住地、奥の居住区から敵が向かってくるぞ。上行っちゃうのあれ。つか頭光ってるからさ、めっちゃ狙いづらいんだよなあれ。ヘッドライト。ああ、どん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 そっちへ。通信兵が一人いる。通信兵やれば大丈夫だべ。俺もそっち行くよ。てかもう光ってて全然見えねえなこれ、スコープ。ナイトショーがあるからチェックしようかな。お、見つかっちゃった。知ってた。うわ、なんだよ。民間人いきなりとか言うからさ、びっくりすんだよ。しゃっくりしたね。しゃっくりなんじゃない。何が入ってる。なんだこれ。あ、ホロサイトだ。おお。あれ、え、なんか
警戒態勢に入ったんだけど、お前に近づいたからか。なるべく高い数値に変えていかないと高い数値は出にくいですよ。やっぱりそういうあれなんだ。装備変えていかないとね。オッケー。そんな感じはしてた。MP7 弱い。弱い。サブマシンがねその距離きつくね。うん。今ランクの高いアサルトライフルがないんだよな。P90 使うか。ちょっと弱くてもアサルトは残した方がいいんじゃない？うん。ほら、あとズボンとハンドガン青にしたら全部青だね。あ、あとベストか。うん。この民間人、あ、知ってる。アゴヒレがすげえ。このドローンは、あ、いろんなもの運んでくる。まだ若干敵がいるね。どこにいる？おお、なんだろう。ドローン。物資欲しがり屋さんか。いや、ドローンめっちゃ落とすんだもん。俺にもくれ。この赤いもや、あ、ドローンじゃん。なんだ。ドローンか。ぶっ壊せ、ぶっ壊せ。ぶっ壊して。よい。ああ。これ多分一番脅威の少ないドローンだわ。っていうか武器を拾った時にさ、もう拾った時点で解体するって選択肢が出てくればいいのにね。ね、テレアのとかさ、勝手に分解してほしい。うん、ああ、グレポンでいけるってさ。グレポン持ってないな。マリアの店かな。困った時のマリアね。さて、近いですな。ああ、すぐそこへん。降りる場所もね、考えない。ああ、待って。結構いるんだけども。結構いるな。どこに降りよう。ああ、なるほど。アサルトライフルにつけるあれか。クラフトですね。アタッチメントは全然ないよ、ね、今。ないわ。どうしよう、これなんかすげえ着陸しにくいな、どこも。なんか無理やり行けんじゃね。道路には近寄りたくないし。近寄りたくないのに無駄に車両あるし。ノノノノノノ。あのレールガン的なやつでね。あ、出た。あれ。あれ何なんだろうね。あれ未だによくわかんない。なんか飛んできてるけど。え？え、見えない。どこ。真下。真下？あ、飛んできてねえ。あれフレアみたいなのが。あれウルブスの。てかすぐ物々しようとするし、うん、でもこの前これなんともなかったよね別に。うん。何なんだあれ。あれは小型のドローンの吐き出し口みたいですね。へえ。あれ、まあ、最初の方で船で出て行こうとしたやつ、ね、うん、何も危害はないんだけど。さてと、あ、待って、危ない。あ、待って、よし、怪しい。俺も行くぞ。あ、こんくらいの崖ならね、なんともないし。なんともちゃんと偵察していきましょうね。この辺いない。いいよ、あいつら。メイから。これ見つけられたらだるすぎるわ。今スキルの力でステルス効果が上昇してるから。まあそうなの。一応見つかりに行くわなってる。気持ちで、そんな気持ち。重装備がいます。めんどくさ。このミサイルのマークがついてんな。ランチャー兵、ロケットランチャー撃ってくるんだよ。これは普通の兵士。これも普通の兵士。無人機あり。あるね。
さらに無人機、無人機満載。めんどいなここ。ただ敵は全体的に見やすい場所に配置されてるけども、うん、ランチャー兵やだな。ね、通信兵がいるなら先に片付けちゃおう。まあ今んとこ通信兵っぽいやつはおらんけど、通信兵大体分かりにくい場所にいたりするからね。のドローンで建物の中入っちゃったけど大丈夫かい。怖いからやめた。なんだ、ちょっとハテナついてるぞ。うん、ドローンで建物の中入れんのよくないな。うん、とりあえず高い位置にいる敵から減らす方向で、はい、行きましょう。こいつなら大丈夫かな。よし、毎回心配になっちゃってサプレッサーが武器についてるか確認してる。つけっぱだろ。ん、待てよ、あのランチャー兵なんか硬そうだぞ。そう、そんなことないのか。普通じゃ、ね、あ、でっけえリュックだわ。こいつをやるね。うん、止まれ。止まんねえな。あ、車両。おえー、もう今来んなよ。セーフ。これだから舗装された道路にも行けない。死体はバレてないな。ね。後の敵がさ、みんなバレやすいところに。こいつは良さそう。あ、こいつ、うん、あ、中入ってった。ほんとめんどいな。バレたくはない。この死体怖いな。上登ってきたら、ね、バレるけど。あ、登ってこない。やっちまうかなあいつ。で、ういあいつをやりたいな。はい、やる。OK。 いや、アイテムの回収は後だ。見つかってね。いや、見つかってねえよ。ああ。おいった。無人機だ、無人機。硬いやつがね、バッチリ残ってるな。な。ここはグレネード。お、なになに、フラバン投げてきた。わー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 。あ、痛い。痛い。あ、な、後ろ多い。
と3人、5人ドローンを含めれば。いたんじゃん。はあ、勝手無人機。それよ。こういう時にグレポンだな。うん、グレポン。オッケー、はい、あとそいつだけかな、近くに入れてき。あは、なんかいたわ。生々しい。とりあえずクリア。クリア。まだなんかある。あ、よろしく。僕はプレートを開けるんで。あ、とても痛い。あ、無人機。無人機。スナイパーで地道に撃つしかないんだよね。あれね、木貫通してきやがるから最悪だな。あ、なんだ、新しい装備品。よくわかんないのができない。で、マデラさん、アマデラさん、このフロアにいるっぽいんだけど。あ、いた。黄色マークある。めっちゃいた。外では大騒ぎだったんだけどな。ゲット。よし、スキルポイント。マデラ。あ、違う。誰、あなた。俺はノマド。ウォーカーとストーンのためにドローンを作ってたな。私は抗議活動に参加して拘束されたの。それで働かされていた。戦闘マシンなんて作りたくもないのに。あんたに何が起きたのかみんな不思議がってる。行くぞ、うかうかしてる暇はない。なぜここが。大五郎に聞いた。アウトキャストは滅んだとストーンは言ってた。全員じゃない。ストーンについて知ってることは。知る由もない。コールウォーカーとは窮地の中のようだけど、それは表向きで実は敵同士に思えるわ。ああ、分かる気がする。どっちがマシだったのやら。このクソ寒い地獄とあのボリビアのジメジメした暑さ。ボリビアだ、間違いなく。ところでよ、レッドチームで一緒だったストーンが、会社を作った。メキシコで傭兵業をやってる。やつが言うには天気も女も最高だそうだ。レッドチーム。報復チーム。極秘部隊だ。極秘部隊は俺たちじゃなかったのか。俺とストーンがいた別の極秘部隊だ。おい、目標さん、建物から出てきた。12時方向。ああ、325メートル。了解。325。中心に捉え撃て。ターゲットダウン。傭兵業ってどうなんだ。娘の学費を考えると気も変わるぞ。そうか、運の悪い奴がまだ動いてる。不幸は仲間を呼ぶ。入り口のバカが手を貸そうとしてるぞ。中心に捉え撃て。
ターゲットダウン。まあメキシコはよくわからん。俺とストーンは最後まで馬が合わなかった。屁をこいたりしてねえよな。状況は？ああ静かだ。面白くなったら起こしてくれ。少し前にストーンのことを聞いた。まさかあなたはウォーカーの部下？ウルブズの一員なの？違う。まずはここを出るぞ。おしゃべりはその後だ。この工場を止めない限り離れないわ。ストーンはドローンなしでも恐ろしいもの。はい、選択肢。うん、うん、これなんかストーリーに関係してんのかな、この選択肢。どうだろうね。破壊せずに離れるっていう選択肢もあるし、破壊する選択肢もあるし、危険だよって告げ口する選択肢もあるし。まあ俺たちはね、そりゃ破壊したがってる。破壊だよな。何か考えはある？破壊なんだよな。毎日ここで15時間働いてた。ここを吹き飛ばすアイデアはたくさん考えたわ。準備はできてる。エナジーセルが敵の手に渡った時に備えて、セルに過負荷をかけられるジャッカーを作った。装置を挿してある程度離れれば爆発するようになってる。爆弾設置しましょうねって。はい。本職来た。野田さん、こんばんは。はい、こんばんは。まあ爆破するならね、先に敵を片付けておいた分には、うん、動きやすいね。どうも。じゃあそっちをよろしく。武器のアタッチメントが欲しいんだが、どこにあるかわかるか？思い当たる場所がある。そこにあるはずだ。ありがとう。情報か。気をつけろよ。そう、情報。これ屋内か。ちょっとドローンで見ちゃったけど、製造工程だ。ああ、ガソリンタンクがある。C4 でもつけとけばいいね、じゃあ。普通に、よいしょ、破壊工作ってやってくれね。あ、マジで？うん。俺の C4! 俺の C4、回収できない。無駄な C4 だったね。無駄な C4 だったな。C4 のこの C4 添えるだけで。そっち設置した？したよ。 OK。 あ、マデラの元に戻るのね。あ、戻るか。オフィスから出てくりゃいいのね。この辺の建物ちょっと構造が方向音痴には辛いんじゃ。若干複雑。ああ、こっちじゃない。あれ？これどこ？こっちか。もうついちゃってよ。ああ。準備完了、行くぞ。まずい、フライキャッチャーよ。
傷は深い？心配するな、なんとかなる。なあ、聞いてくれ。できるだけ早くあんたを手当てしたい。サウスケープ基地へ協力者がいるわ。ドンパチできそうなことを期待したんだけどな。なんかもうこのまま逃げる感じだね。逃げましょうってすごい起きしてんだけど。え？出たよ、この変な動きをするこの透過速度運動。透過速度運動。なんかね、挙動がおかしいな。滑ってんだよな。マジかよ。俺そんなことないけど。ゴーストリコンの伝統だわ。マデラは。あ、待って、あれついてきてない、多分来てない、来てない。マデラ。あれ多分肩貸す的なことしなきゃダメかな。ああ。もう置いてきちゃったよ。あ、つうかこれタイマーゼロになったらボーンするやつじゃねえの。かもしれない。あ、マデラ最初の位置で倒れてんじゃん。よしよしよし、それでいい。持ってこい。肩貸すどころじゃなかったわ、これ。なんだその。え、そっち変な感じになってんの。いや、変な。あ、待って、てか来てる。援護、プリーズ。こっち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 。ブレイクさん、ゴムゴムの遠征の攻撃。覚えてた。覚えてた。はい、こっち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 。ゴムゴムの遠征、マジやばかったもん。今作もね、そんなハプニングが。あ、起きてほしくはないな。敵の位置をか。はい、とこヘリ乗っけるんだ。ああ。ゲイ。よし、いいぞいいぞいいぞ。乗せ。行きましょう。めっちゃぐったりしてる。え、俺乗せるだけで俺降りるんかよ。乗れよ。